3月26日、松山市湯野山8丁目の湯野山コミュニティホールで、地域を地元住民の力で元気にしようと、新たな活動が始まりました。これは地元有志により結成された、医大湯野山壮年の会によるもので、さまざまな活動を通して、地域住民同士のつながりを深めることを目指すものです。この日は地域の防災についてのセミナーが行われ、松山市危機管理課、小原災害対策指導官を講師に招き、地震発生のメカニズムや過去の事例などを用いた地域防災についての講演が行われました。南海トラフ地震、過去記録があるところでは西暦684年、奈良時代の前の白鳳時代に記録がございます。それからですね、地震をたびたび起こしておりまして、東海と南海、南海の3つの連動した地震だけ数えても9回ぐらい、あと連動でなくても合わせると11回ぐらい、過去大きな地震を発生している震源であります。地域のですね、いろいろ知人とか知り合いの方々が集まって、やはりこのいろいろ最近その地域の方々とのコミュニケーションがすごく少なくなっているので、そういったところで、特にその壮年の方っていうのは地域の方とは触れ合う機会が非常に少ないと、いうふうなところから、いろいろと話し合いの中で、こういう会を立ち上げてみて、いろんなそのコミュニケーションをどんどん取っていければいいなというふうな、そういうふうなもともとの企画といいますか、起案になっております。今回ちょっと第1回目というふうなことで、今南海トラフの大地震がいつ起こるかわからないというふうな状況にもありますし、東日本大震災 の3月11.11もですね、先日あったというふうなことで、そういう意識の観点からも、防災セミナーの方を開かさせていただいて、皆様にその少しでも啓発できればなというふうな形で行うことを、企画させていただきました。コミュニケーションを本当にどんどん増やしていきたいと思ってますので、今回第1回はそういう形なんですが、第2回第3回に関しましては、いろいろな、例えばレクリエーション的なことでもいいかなというふうに感じておりますので、その辺はですね、臨機応変にまた広げていきたいというふうに思っております。今後も地域を元気にしようと、さまざまな活動に取り組む皆さんの今後が期待されます。